ピクサスはキャノンが発売している家庭用インクジェットプリンターのブランドであるピクサス 560i 日本トップシェアを誇る製品でエプソンのカラリオと激しい競争を展開しているカラリオがインク射出にピエゾ方式を採用しているのに対しピクサスはバブルジェット方式を使用している家庭用カラープリンター黎明期には圧倒的なシェアを確保していたが 1997年にエプソンが写真印刷に重点を置いたプリンタを発売するとシェアが逆転される。その後、数年間は搭載した技術を自モデルでは搭載しなくなるなど商品開発の点で迷走が見られたが2002年頃からいわゆるフォトインクを搭載しなくとも 写真画質を実現できるプリンタが登場するとシェアを伸ばし2000年代後半からは両社の日本国内でのシェアは白昼状態となっている2007年以降ラインナップは複合機が主流になっており家庭用の A4 複合機は2016年3月を持って販売を終了した家庭用複写機ファミリーコピアの後継モデルを事実上兼ねている b j s 5 2 0ジシリーズはインクジェット方式を採用したシリアルプリンター。キャノン主力商品の一つであったが、2001年冬、モデルよりピクサスというブランド名が付き、2004年冬モデルより BJ の冠を廃止、ピクサスとブランド名のみの表記になるの名称を使用。2001年春モデルにエプソンが先行してプリンターにて、 デジタルカメラの色情報を取り扱うピムを搭載する。これにより、デジタルカメラのフォーマットにて、エプソンのクローズド規格が、デファクトスタンダードになることを恐れたキャノンは、デジタルカメラ側から、新たな企画エクシフのバージョンアップを各社に呼びかけている。この企画立案に、エプソンも応じており、賛同企業として名を連ねていた時期もあったが、その先に発表になる。 ピムツーは次世代エクシフに吸収された形で発表される直前にご破散になっている。結果、2003年春にピムツーを発表。時を同じくしてエクシフ2.2を発表している。エプソン側が提案するデジタルカメラ画像を記録する企画とエクシフ2.2が提供する企画には本質的に違いがあり、エプソン側は プリンタ側からの視点が多く盛り込まれており、色指定などプリンタに左右されない色表現、SRGB に束縛されない色空間などが多数あった。一方、XF2.2 はデジタルカメラ産業が中心となっている企画で、タグの種類など、エプソンが望んだものの多くが削除され、プリンタ側の自由度が大幅に増している。なお、 エクシフ2.2自体はエプソンも対応しており、企画争いについては、エプソン側の事実上の撤退により、現在ではエクシフ2.2が標準的に使われている。また、現在ではバージョンがアップされており、記録メディアにおける保存場所やファイル指定、色空間の追加など、時代に合った拡張が行われている。2001年冬モデルより採用された。 キヤノンデジタルフォトカラーの一つ。プリンターが持つ広い色の再現幅を目いっぱい活用し、SRGB の制限にとらわれない、鮮やかな印刷を実現するための機能。プリンタードライバおよび一部のソフトウェアにて対応し、すでに販売されていた一部のプリンターでも活用することができる。デジタルカメラとプリンターを直接つなぎ、 パソコンを一切返さないでプリントする企画。2007年現在で回っている多くのデジタルカメラ、およびプリンターに搭載されており、メーカーや機種を問わず簡単に印刷することが可能になっている。BJF850 の販売に合わせて売り出された、キャノン製、インクジェット用を写真用紙として、最高級品に当たる。極めて高い光沢度を持ち、 純正品として優れた品質の写真プリントを可能にしている。ただし、過去に二度ほど品番を変えずに中身の変更を行っており、最新版では赤色が弱く出るため、それ以前の製品では各自調整をする必要がある。一回目のマイナー変更は F850 発売の翌年、F870 の発売とともに行われた。 主な変更点は当時発売された高発色性、抗体退色性を持つ BCI-6 シリーズと一緒に用紙側でも対抗性向上を歌っての変更。現在の最新版である2回目の更新はピクサス 990i 発売に合わせてのもので100年プリントを歌うクロマライフ100を可能にしたとしている。この時に若干青色へ。 用紙の特性を傾けたため、それまでのプリンターで印刷すると青が強く発色される。プリンタードライバーに付属している印刷画像補正技術。印刷前にドライバー側で該当機能をセットしておくと、ドライバーが自動的に明るさ、色の濃度などを調整し、鮮やかなプリントをしてくれる。なお、画像情報そのものは一切手を加えないので、 画像そのものが変化するなどの危険性はない。キャノンが進める保存性への取り組みから生まれた BJ プリンター全般の高い保存性を有する製品につけられた印刷技術に向けた総称。基本的には純製品のインクや用紙の組み合わせによって実現し互換製品利用に関してはその限りではない。基準は独自調査により空気に自由に触れられる。 環境下で10年。写真フレームに入れて飾り付けるなどした条件下で25年。アルバムなどでレイア案された環境で100年の保存を可能にしている。以下、ワンダー BJ として展開していた1999年冬、モデルからピクサスへの変更を経て、現在に至るまでの製品に関して一通り記述していく。主要2機種に加え、上記の6機種も、 同時期に発売。この台から相性をピクサスに変更。春モデルなお、これらのモデルから e ージーフォトプリントが標準添付された。秋モデルなお、本モデルより品番ルールが変更され、BJ がなくなる代わりにピクサスが品番に記されるようになった。なお、MP10 と MP55 はピクサスにおける。 インクジェット複合機初代モデルである。春モデル秋、モデル春、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 モデル秋モデルその他の特徴。最小1ピコリットルという極小インク雫を搭載しつつ、前モデルまで搭載利用されていた5ピコリットルの他に、シアンとマゼンタに手にピコリットルという中間雫を採用することにより、 今までにない幅広い快調性とともに高速化を目指している。今まであった色のグラデーションで起きた最小的と最大雫のカラージャンプや粒状感の悪化を減らしつつ全体的な画質が向上した。春モデル秋、モデル MP980 その他の特徴、新インク BCI-321 インクに一新するとともにグレーインクを搭載。 キャノン好評で光沢ゴールド用紙で10%の色の再現領域を拡大。特にレッド領域にて大幅に再現性を向上させている。またグレーインクをコンシューマーモデルで初めて採用しグレー領域における赤や黄色といった色転びを軽減させるとともに階調を効果的に制御させている。一方ライトマゼンタライトシアンは 非搭載。今季モデル全般的な特徴、今季発売モデルを通して、クロマライフ100を進化させて、クロマライフ100と進化させている。特定の条件下で、アルバム保存の耐久を300年、耐、光性40年など、大幅に強化されている。また、前年度よりもコンパクト化させることに熟慮しており、一回り小さくなった機種がいくつか見受けられる。